ことと、ゆめです。はい、今回はサンキューマートで3個お買い物したいと思います。それではレッツゴー。バイバーイ。はい、買ってきました。じゃあ家に帰って紹介したいと思います。バイバーイ。バイバーイ。はい、じゃあ帰ってきたので紹介したいと思います。じゃあその前に今回はただ紹介するだけじゃなくて NG ワードっていうのを父さんが考えたんで、まあ、紹介普通に紹介してもらって、その中で考えた NG ワード、それが多かった人には罰ゲームをしてもらいます。何の罰ゲーム？どうしよっかな。腕立てをしてもらおうかと思います。できる。腕立て5回頑張って。できません。できんくても頑張ってください。よろしくお願いします。で、負けた人はね、お願いしますね。ちょっと頑張れ。今回の NG ワードはこれです。怖いです。これを言った人は罰ゲーム。商品の名前とか入ってあるな。1個だけよ、 NG ワードは。何個も1個、うん、1個だけ。たくさん選ぼうかなと思ったんだけど、3人で全員一緒。お、え、全員一緒？全員一緒。個別にやってもよかったんだけど、個別にやったら絶対なんかね、ミュウとかやったらもうしょっちゅう言う言葉もあるし、ハクトもしょっちゅう言う言葉もあるんで、え、1個しかない。そうそう。じゃあ全員でこれ1つっていうことなんで、それでやっていきましょうか。はい。誰から紹介しますか？誰から紹介する？お、1番手、ゆめ。じゃあゆめ、ちょっとお願いします。ゆめ、紹介してください。サンキューマートで買った商品、何を買ったのか。じゃあまず1つ目、1つ目、クマのグミです。おお。あとはこれ。はい、これはあと2つ、2つあります。これは2個で390円だからお得です。うん、です。お得です。こっちがクマグミで、こっちがなんかそうめんみたいなグミ。すごいですね。なんでゆめこれ買ったん？おいしそうだったけ。それだけ？それだけ？それだけ？あと、あと全部のフルーツがあるけ。ちょっとはい、わかりました。はい、じゃあ2つ目、じゃん、香水です。かわいい香水。香水じゃなくて。めっちゃ可愛いですね。可愛い。誰それ？分からん。名前が分かんない。見たことない。これはね、ビビトローズの香り。今なんでこれを買ったんでしょうか？なんでこれ買ったのかな？ウーヤになりたいけ。いい匂いになりたいけ。女子力高い。あ、女子力高いですね。女子力高い、ね。いい匂いになりたいけ、これ買ったと。うん。まあ夏ですからね。汗たくさんかくんで、いいね、買ったんですね。はい、わかりました。かわいい、それ。あと一つ。あと一つ、最後。おお、最後。おお。おお、で、ん？なんかおかしくない？値段のところ映して、父さん。あれ、サンキューマートにこれある？あれ？これサンキューマート。250円って書いてますよ、これ。サンキューマートにあるやつ？え、どういうこと？うん。これでから。え、何？もう一個買えれるんだけど、買うの忘れてからこれにしました。買うの忘れた？え、どういうこと？これどこに買ったってことじゃん。買うのは忘れんだろ。3コインズ？3コインズで買ったの。ゆめ、買うの忘れんだろ、絶対に。そう。あのゆめが忘れたくないんだ。ね、欲しかったよね。うん。それでも550円。これ、かわいいけん。ルール違反で、違うところで買いました。さすがゆめですね。ルールに縛られないというか。ずるい。さすがですね。ずるいやつ。買うの忘れたっていうか、それが欲しかったんじゃない？違いますか？合ってる。合ってるんかい。でも本当に1個は忘れた。あ、1個はあって、何言っとるかわからん。1個はあんたもね。これあのハートの形のかな。めっちゃ可愛い。可愛いですね。550円するじゃん、ゆめ。高い。なんでこれ買ったん？かわいいし、水鉄砲が欲しかったけ。すごいね、この水鉄砲。どういう感じなんか、ちょっと一回出してから見てみよう、それは。はい、じゃあ、開けます。ちょっと開けてみよう。これ、組み立てなので、つけてもらいたいと思います。はい、じゃあ、ゆめつけて。よし。どう、ゆめ、後ろ見て。おー、かわいい。ちょっと長いな。調整しないけんけど。かわいい。どう、ゆめ？嬉しい。嬉しい。よかった。父さんと勝負しないけんな、それ。水鉄砲。
夢の紹介は以上ですかね。以上です、以上。夢の商品はこちらになります。じゃあ次、じゃあ次はどうぞ、じゃあ、うん、じゃあ次ハクトかよ。じゃあハクト紹介します。じゃあまず一つ目は、一つ目は、じゃん、これです。トムとジェリー。トムとジェリー、ファイルかな。これは何、これはファイルだ。手紙とか入れるやつ。ちょっと中身を見せてください。ハクト何入れるん、これ。これ何入れる。あの、学校でもらった手紙とか。何をもらうん、手紙。ファンレターとかもらわんじゃろ。もらうし。もらうし、嘘じゃろ。絶対もらいませんね。また彼女がおるとか言うんじゃろ、どうせ。これ見せて。かわいい。後ろはトムとジェリー。かわいいですね。後ろは後ろ丸。めっちゃかわいい。こんな感じです。はい、次。何それ。何ですか、これは。イヤホン。イヤホン。おお。かっこよくない。かっこいい。黒。黒。何色これ。黒だね。うん、多分。いいね。多分黒でしょ。黒だよ、黒だよ。見てない。裏は、裏は字がめっちゃ書いてある。開けてみて。開けてみようか。開けてみて。かっこいい。かっこいい。はい。このまま。つけてみますか、ちょっと。せっかくなんで。長い気がする。ビョンビョンビョン。お、ああ。おお、いいね。いいね。はい、こんな感じ。いいね。これなんで買ったん？あの、なんだったっけ。動画とか自分だけで音を聞きたい系。うん、自分だけで。仕方？父さんにも聞かせてや。ダメ。ダメ。これはおすすめですか？はい。かっこいいですね。かっこいい。次。最後。はい、最後かな？最後。最後。最後は？これでーす。何ですか、これは？かっこいい。あの、なんだったっけ、イヤホンの入れ物。入れ物？さっきのやつを入れると。うん、せっかくなんで、それも入れてみますか。入れてみて。これはイヤホンの収納がない系買ったってこと。ああ、そういうこと。確かにいいね、それコンポクト。入れなくない。入れ入れ。雑やん。入れ方雑すぎ。まあ、これでもいいんだ。できた。はい。見せてください、ヤクト。どんな感じか。これさ、これさ、これ入れる用じゃなくてさ、あのやつじゃない？そうそう、多分。え、何？ワイヤーですね。うん。俺も思った、これ。だから。間違えてる。まあ、ハクト無理やり入れればいいじゃん。うん。それ、さっきみたいに、ちょっともう一回入れてみて。どういう感じになるか。めっちゃ多分ワイ、ワイヤーです、イヤホンの方ね。コードはないやつあるじゃん。そうそう、コードないやつどうなる。コードないやつどうなるって言うけど、その先しかないけどさ、コードはないけど、そのまま入れる。うん、めっちゃ入れる。な？ね。知っとる。知っとる。知っとんかい。どうですか？開けてみてください。いけ？せーの。やば。待って、あのさ、下から持てる。牛乳詰めてパッカーン。っていうことで、ハクト、てんてんてんですね。どんな気分ですか、今は。最悪。煽っとるやろ。煽っとるやろって何を。いや、どんな気分ですかって、煽っとるやろ。これ煽るやろ、それ。どんな気分ですか。どんな気分ですか。面白い。煽るでしょ。どんな気分ですか。最悪。最悪な気分。それ最悪ね。やらかしたって感じ。うん。表現したよ、やらかしたみたいな。やらかした。やってみんな。いや、ちっちゃい。やらかしたー。ハクト。ちゃんと言って。いやいや、いやいや、やらかした。やらかした。はい、てんてんですね。はい、ということで、ハクトはやらかしました。やらかしました。ということで、以上ですかね。はい。最後、私、紹介したいと思います。はい。はい、じゃあ、まず、一つ目は。じゃん、スマホケース。お。かわいくない、これ。すご。ダメダメダメ。うん、かわいい。かわいいじゃん、これ。なんかおしゃれ、めっちゃ。かわいいですね。ちょっとこれ、スマホにつけてみたいと思います。せっかくなんでね。はい。かわいい。かわいくない？ちょっとつけてみます。入る。入る入る。入るよ。だってちゃんと見た。入った。かわいい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 。はい。ダメだね、じゃあ。ダメだ。ダメだ。私からだよ。
こんな感じになりましたね。はい、触らせてどうですか。かわいい、もう見て。かわいい。ファクトどう？うん、ちょっとハートが残念。ハートが残念。で、ちょっとダサい。ダサい。男はまあ欲しいかな。あ、よくないこれ。男は欲しい？夢。うん、欲しい。ハートはダメ？男は夢。なんで？かわいい。なんで？え、男はハートだってら女らしいけ。あ、そういうこと。あ、そういうことね。はい、わかりました。語彙力ないな。かわいい。あんたもね。はい、一つ目はスマホケース。はい、わかりました。はい、じゃあ二つ目いきます。はい、ということでこれ、うん、ハートが残念ですね。じゃん、クレヨンしんちゃんの巾着袋。おー、かわいくない？これはね、小物とか飴とかお菓子とか入れたり、あとスマホも入ります。かわいいですね。うん、めっちゃかわいい。これはかわいいです。最後、最後めっちゃ、ペコちゃんのファイルです。これなんか学校用に買いました。で、前使ってたやつが壊れたので。なんで？なんかここが穴開いた。なぜかわからんけど使い方が下手なんで。はい、あんたに言われてもねえよ。可愛くない？あんたの方が下手でしょ。ペコちゃんのでこれは1,2,3,4,5、5個入ります。中はどんな感じなん？中はこんな感じ。色がかわいいですね。かわいい。はい、こんな感じ。こんな感じ、以上ですね。はい、以上です。これがミエの買ったサンキューマートの商品です。はい、以上ですかね。はい、以上です。以上です。っていうことなんで NG ワードは食べ物。食べ物違う、絶対違う、絶対っていうことなんで、まあ商品の紹介、まあみんな欲しいものが書いてよかったですね。はい、で、ハクトは商品、ハクトはハクトはてんてんてんですね。てんてんてん、やらかしましたね。やらかしたですね。やらかしたっていうことなんで、今回の NG ワード何ですか？発表したいと思います。今回の NG ワードはめっちゃでした。めっちゃ、え、言った？めっちゃでした。めっちゃ最悪って言った気がする。めっちゃ、めっちゃです。めっちゃ言ったと思う人。はい、うん、はい、僕の、あ、言ってません。言ってません。誰だと思う？夢は、夢言った？絶対夢だと思う。夢言った？夢言ってそう。なんかめっちゃ可愛いとかめっちゃ美味しそうとか言っとった気がする。じゃあ母さんに集計してもらったんで、それをまず父さんがまず見たいと思います。うん、怖い、やだ。父さん撮影しかしないんでわからないんですけど、はい、ひょっとしたらもっとめっちゃ言っとるかもしれんけど、うん、まあ、今回は母さんが集計したんでこれっていうことで、え、見して。罰ゲームの方は腕立て伏せをやってもらいたいと思います。ちょっと見して。思ったより言わなかった。ね、やっぱり可愛いをしとけばよかったかもしれない。ね、だって可愛いってさ、かっこいいってのも結構言ったしね。ハクトをかっこいいにして可愛いにしとけばよかったね。結構言ったんで、まあまあでもよかったかなと。っていうことで発表します。はい、はい、ハクト1回。おー、え、なに？めっちゃって言った回数ミュ3回。あっか、はい、もうあっちですね。めっちゃ可愛いって言ったよな、これ。これもこれも、はい、終わりました。はい、夢、お願い、お願い、夢、2回。ほらと、はい、いうことで、今回の罰ゲームはミュに決定です。イエーイ、イエーイ。じゃ罰ゲームに移りましょうかね。腕立て伏せ5回。できる、できない、よろしくお願いします。できない、はい、はい、じゃあ腕立て5回します。はい、お願いします。待って、でき、いきます。はい、せーの、いい。1位入るね。まあまあまあ、OK。待って、起きる。上げて、上げて、上げて、上げて。2 はい、はい、こっち見て、こっち見て、こっち見ながら。
はい、あと2回、はい、はい、こっち見ながらカメラ目線でお願いします。よっ、はい、もうダメよ、せーのはい、こっち見て、こっち見て、よっ、あと1回、あと1回、 OK、頑張れ、一生懸命いきます、5回目こっち見ながらって難しい、いきます、はい、上げて上げて上げ、上げんの、お前もう一回、なんで、もう一回できてはないよ、残念、はい、できない、できない、腕立て苦手よな、できない、腹筋ならね、まあそういうことなんで、ミュート吐くといい、いいですか、ミュート吐くと、はい、ミュート吐くとやすい、ミュート吐くといい、はい、今回はサンキューマートで3つお買い物商品紹介したのとNG ワードでした。また見てね、バイバーイ、チャンネル登録とグッドボタンよろしくね、バイバーイ、やらかした、やらかした、バイチャ、やらかした、バイチャ、バイチャ。